赤が白になったんだよね。ってことはまた旅でしょうか。旅っぽい。
さて、2回目でございます。2回目じゃん。最初から数えたら3回目になっちゃうのか。明るいうちはいいよね。明るいうちはいいよね。じゃあ頑張って見に行きましょう。今日は中入ろうかな。写真が変わっとる。でもこれ水田だよな。ちょっと今日は入ってみましょうかね。低いところに雲がある。あ、初めから開けてくれてよ。ちょっと待ってや。先にあっち行きますか。でもまだつぼみが多いね。だいぶ近づき。あ、何？坂？あ、カエルか。カエルがおるんか。よいしょ、水滴損だ。もうちょっとわかるな。トンボもおるんだね。下の方で咲いとんの。糸トンボ。取れるか、取れんわ。お、なんだっけ、一日で終わっちゃうんだっけ、これって。だから来るんなら 朝来ないかんのか。夕方はもう散りかけてしまうのだな。よいしょ。
危ねえ。カエルがよけおるが。トンボだね。金色しとる。トンボさんも綺麗だけどなかなか取れんな。望遠でなら取れるかな。あれは赤トン。うん？なんかすごい色の濃い赤トンボだよね。多いな。おーっと、ここちょっと怖い。際まで切ってもいい状態の花が真ん中の方にあったりするとね、これいまいちだね。白いな。いいね。蒸し暑い。だいぶだね。
暑い。ここ出していくらいい。さあ。なんか、ゴミ多いね、でも。お、帰るか。朝もう一回来ないかな、これだと。お、また真っ赤っかの赤と。種類が多分違うんだよね。普通の秋茜じゃないよな、夏茜とか。よっ。下の方は移動だ。あの辺ちょっとありそうですね。しまった。近かったのに。まあいいわ。
そこに行ってみようかね。志はね、後からね、後で入れます。まとめて。っていうか、あんまそこまで持ってないか。そこはまだだな。全体的に遅いみたい。もう一個下。つぼみが多いね。ここもつぼみだね、まだまだ。こっちのはあるね、ちょっと。まだまだですね。
なんか人が止まってきたな。なんか人が止まってきとるな。雲が湧いとる。意外とあの周りは咲いてないね。という感じはさ、なん、なかなかね、あ、そういう品種なのか。
しいな、しかし。こっちはお米、いくら持っとるわし、やば、あんまり持っとらんわ。とりあえず大事に当たったのかもな。とはいうもののやっぱりつぼみが多いですね。しかもこの周りには花が少ないという。自分が取るというよりはここによる状態を取ってもらう方がいいのには向いているかな。うわ、もう60回。まあまだ早いぐらいかな。なかなか見極めが難しいですね。中途半端に散りかけだしな。なかなかいい感じのがないですね。
よし。よし、じゃあここに入れておきましょうか。よし、ありがとうございます。もう一箇所ぐらいあったっけ。駐車場にもあったっけ。確か。あっつ。集まってきた。しけしけやし、止まらんな。そうだな、まだつぼみのが多いですな。よっしゃ。開けねえじゃん。よし。
ましょうか。